あれ？風の翼ってこんなに長時間対空できるのか？落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった、一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。ああ、そうだった、こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は、遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯はこう。なるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それからなんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう。だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。モンド名物の人参とお肉のハニーソテーでもどうだ。さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。
はあ、消え風と、はあ、ふっち、はあ、天空とどろけ、はっ、芽生え、死んで、この旅のきちんとしまっておこう。任せて、危ない、ここ、せ、次は何に会えるかな。せこ、やるべきことは。騎士団の本部みたいだな。入るか。